JOBBB410 動画へ綴るよっちゃんのお料理コーナー。今週は小芋の揚げ田楽の作り方をご紹介いたします。お相手は私カメラマンバンバ鉄平とよっちゃんです。皆さん今週もよろしくお願いします。それでは調理人よっちゃん、まずは材料紹介からお願いします。はい。小芋8個 300g、 できるだけ小さめを用意します。片栗粉適量、揚げ油適量、田楽味噌の材料です。白味噌大さじ2杯、 34g、 練りごま小さじ2杯、砂糖大さじ1杯、みりん小さじ2杯、柚子の皮のすりおろし少々、黒ごま少々です。それでは調理の方入っていきましょうか。はい。まずは小芋の泥を洗い落としましょうか。はい。たわしで水洗いしてください。小芋の水洗い終わりましたので、お次は小芋の両端の硬い部分を包丁で切り落としてください。それでは小芋を茹でましょうか。はい。鍋に小芋が浸かるぐらいたっぷりの水を入れて、その中に小芋を投入してください。そして蓋をして茹でます。じゃあ沸騰したら蓋を開けて、さらに中の様子を見ながら、はい、柔らかくなるまで茹で続けてください。沸騰してから約7分が経過いたしました。小芋がどのように茹でてるか、よっちゃん一回試してみましょうか。はい。竹串を小芋に刺してみます。横から刺します。あー、まだ半分ぐらいですね。わかりました、はい、それでは引き続き小芋を茹でていきます。沸騰し始めてから約15分が経過いたしました、はい、ではよっちゃん、小芋の茹で具合を確認いたしましょうか。はい。竹串を小芋に刺してみます。はい、 OK です。抵抗なく竹串が通れば茹で上がっている証拠です。小芋をバットに上げていきましょう。小芋の熱がある程度取れましたので、よっちゃん手で小芋の皮を剥きましょうか。はい。クッキングペーパーで小芋を挟んで、まあ、剥き方はそれぞれですよね。はい。手で剥いてもいいし、クッキングペーパーで剥いてもいいしと、はい、こんな感じで皮を剥いていきます、はい、そうです。はい、全部剥けました。皮を剥いて分かったんですけど、一部硬い部分がまだ残ってましたので、包丁で切り落としてください。はい。小芋を食べやすい大きさに切り分けます。そして手で平たく潰してください。田楽味噌を作ります。ボウルに白味噌大さじ2杯、 34g、 そして練りごま小さじ2杯、砂糖大さじ1杯、みりん小さじ2杯を入れまして、よくかき混ぜてください。柚子の皮をすりおろしてボウルに加えます。そしてよくかき混ぜてください。潰した小芋に片栗粉をまぶします。はい。全体にうっすらとまぶします。それでは170度の油で揚げていきましょうか、はい、小芋自身には火が通ってるんで、はい、そんなに長いことね、時間かけて揚げる必要はないと思います。ちょっと様子を見ます。これぐらいの大きさの天ぷら鍋にはね、3つぐらいですね、温度も下がらずにうまく揚がると思います。もうそろそろこんな感じ、はい、はい、うっすらと色がついたら引き上げてください。綺麗な色です ね、 ね、はい、全て揚げ終えましたので串を刺していきます。串刺しにした小芋に田楽味噌を塗っていきます。はい、最後に黒ごまを振ります。これにて小芋の揚げ田楽の完成でございます。
これから小芋の美味しくなる季節です。ちょっと変わった小芋の調理方法、皆さんぜひお試しください。ご視聴ご清聴ありがとうございました。おお、結構ありますね。なんかでんでん大根みたいな感じでね。そうですね、でんでん大根、ね、面白いですね。こうちょっと振ったらなんかペンペンと音がしそうなぐらい、うん、結構これ大きいですね。直径4センチぐらいあるからね、はい、うん、まん丸ではないんですよ、はい、非常に素朴な、格好しておりまして、感じのいいもんです、それではいただきます、はい。うん、ちょっと本当にねちゅーっとした、なんとも言えん、なんか小芋のこれ、うん、触覚ですよね。食べれんぐらい口の中にネバネバが広がってふわふわっていうかねちゅーねちゅーっていうか、そんな感じ。